ここは、わ、あ、なんか当たり判定があるんだね。わら。ここ渡る必要あるかな。こう脇をそれてきたけど。何の意味合いがあるのかな、これ。ただ水やっただけだね。さあ、じゃあここら辺で漏れているところはあの川の向こうだけか。じゃあとりあえずここら辺、じゃあいろいろやっていくか。これやったか。なんか判定がよくわからんんだな。お、丸太発見。お、もうそろそろで1000いきそうだけど、その前に解除しちゃおうか。な、スプリンクラー、なんだろうこれ。水をやってくれるスプリンクラーってね、なんか意味あるのかよくわからないんだな。ちょっと置いてみるか。ここぐらい。あ、結構広範囲にやるね。ついでにこれ溜まったけど、なんか意味合いあるんかな。回収して、でこれも水でやって、この家の中でやってもらおうか。これは、あ、なんかイベントなんだね。お、ここにも藁がある。藁吹き屋根か。よし、回収。まあちょっと面白いかなっていう感じだね。なんか気持ちいい音になるね。もう卒業式のあのポンって鳴らすやつのような感じで。で木も育てていきましょう。なんかこの泥と木の境目が曖昧だね。オッケー。で全部回収して、もうそろそろ水もなくなるね。お、ここにもセットしようっていうか。あ、あそこに何が、あ、罠か。でも悪いことをする人たちがいるんだね。まあ罠で生計立ててる人もいるからな。鍵だ、最初のエリアのところの鍵だね。R でちょっと置いといて、回収しに行ってこようか、水を。ポン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 行ってるね。よし。まずはこのエリアの、その、残しがないようにしたいね。うん、遠すぎるのか。お、あったあった。あ、あれは1個しかできないんだ。じゃあこれ回収して。ここら辺の残しは、お、丸太が3個か。こっち側見るといっぱいだね。
丸太はまだ2か。まあポンポンポンってやっていこうか。あ、その岩肌にもあるんだ、キノコは。距離が遠かったな。お、もう次の段階いける。あ、その裏側にあるだけか。あ、こっちの木まだじゃないか。このでっかいやつもちゃんと掃除して。ここに巣箱あったね。で、この木を育てて、よし、ここら辺きれいにしたからちょっと成長させてみようか。何か動物が来るっていうわけでもないか、まだ。あまりちょっと個人的にはよく分からなかったんだけどな。その巣箱は5つか。何、樽から漏れた石油を掃除する。何、石油なんて漏れてるの、恐ろしい。とりあえず忘れないうちにここに1個だね。忘れ物、あ、危ない危ない。表示させといてよかったね。ていうかキノコ、まあ食べられるキノコだったらいいか。育ててなんか大丈夫かなと思ったけど、まあ、向こう側は普通にできてないとかいっぱいあるとして、ここら辺だね。鹿？ラマか。よし、なんか動物がここにいそうだね。で、回収してこのキノコもだね。ポンポンポンって、よし。で、ここら辺も解放。最後にヤギが出てくるのかな？ヤギ。このエリア、なんか羊だったよね。話しかけてきたの。ポンポンポンと。お。当たり判定が、この泥の当たり判定がもっと下か。この下の矢を軽く消して、じゃあ吸い込んで、水も吸い込んで。お、でっかい魚がいるね、ここも。どうしようか。ちょっと経験値もらってこよう。ついでにここら辺ではないね。14だけ？そんなに回収してなかったっけ？よし、じゃあ向こうに戻って水やり入れ、続行だね。ここら辺はスプリンクラーでやった方がいいか。逆にこっちやってくれてないな。
お、ここにも巣箱があった。あ、巣箱余ってるじゃん。じゃあここセットして、あと一箇所か。動物のマナーもね、やらんと。そっちの方だね。いやー、キノコ育てるのいいね。音がね。もうそろそろ次の能力解放させようか。といってもスプリンクラーか。あとはこっちは、あれ ?675 か。まあでも持ち物増やしてもなっていう感じなんだけど、個人的には。よし。じゃあこれで、どっか見落としがないか。あ、あるある。スマートにやりたいからね、ここら辺。お、ん?これは取り除かんとね。よし。で、この木もやって。よし。もう大丈夫そうだね、ここら辺は。あと、そこの丸太の木材をどっかから吸収してこんと。あー、わかったわかった。向こう側からも行けるし、こっち側からも行けるっていう感じか。適当にここら辺に置いておこう。お、わらわ。このわらは何だろうね。あ、サイズが全然違うね、さっきのキノコ。よし。この藁はどこで使うんだろうね。もう回収しておこうか。なんか鹿のマークとかがいろいろあるけどな。全然動物がここら辺出てこないね。その石油がどうのこうのって言ってるから、それを解決しないといけないか。おお、水がなくなった。よし。でこれで回復。1、2、3。全然この木には水やれてないんだな。一応回収して。お、巣箱あるある。どこに設置するんだろう巣箱。もうなんかそのサブミッションとかあんまりできてないよね。罠はこれで最後か。じゃあ次は巣箱を設置できるとこを探すと。なんかもう 90% いってるのにあまりできてないクエストもあるな。
お、ここは何だ？とりあえずこれには水やっといて。G で見て。まあこっち側か、普通に。キノコ狩りだね、これ。で、回収して、で、水も回収。そっち側になんかその石油の何かがあるのかな。で、これロッチか。ジャンプしないといけないって難しいね。質のいい木って言うんだ、あれ。ああ、こっちにまだ行くところあると思ったけど。これ設置すればいいだけだった。特定の木にし、50だけか、意外と。もう次の段階いけるの？あ、これか、石油って。意外とちっちゃかったね。牧場を管理する。その、いい質のいい木材を設置するだけで、牧場管理できるの。キノコか。で、水を回収して、ここでも。これな、なんか細かいのがいっぱいあるんだな。まずは、もったいないから、ここら辺も撒いちゃおうか、水。で、これも回収してって感じだね。あ、もう 100%? 早いね、自然は。じゃあ、それ以外のところやっていかないと。すごいね、この掃除機。石油も回収できる。よし。150すごいポイントもらえた。で、容量も一応増やしておこう。増やす必要ないけどね。じゃあその、動物を管理する？やってみるか。で、あ、で、藁を設置して。で、最後、人参か。どんぐり？どんぐりどっかにあった？見ようとしてるかな？どんぐり。おお。あ、人参と交換してくれるの。あ、一つで三つも交換してくれる。すごいね。で、これで修復したのか。何、じゃがいも？じゃがいもを交換してくれる子がいるのか。まあでも 100% になったからちょっと成長させようか。まあ成長というか復元だけどね。これで鹿が出てきたな。ヤギ、ヤギじゃないわ。羊が出てくるもんだと思ったんだけど。このマークは羊じゃないのか。気のせいか。
まあいいか。あ、道具箱と交換してくれるんだ。で、この鹿だね。鹿さんにもやって、あと向こうにもいるから、で交換して3つ交換しましたよと。じゃあこれであれを直せるわけだね。これで依頼を最後クリアか。森林間のロッジを完成。あ、で自転車で今度移動。いやー大変だよ自転車で。じゃあ行こうか。じゃあ次のロケーション行きましょう。またよろしくお願いしますって言われる。コーヒー飲むのかなこの鹿たち。横のところにコーヒー置いてあるけど。まあじゃあ次のエリア行きましょうか。次はパンダ。はあ、中国系って感じかな。アジア。大まかだね。まあ最後まで動画を見てくれてありがとうございます。このチャンネルではゲーム実況動画をまったり配信していきますので、次の動画も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、高評価も押していただけると動画作りの励みになりますので、よろしくお願いします。ではそれでは。